メガマッチを目前にカリスマ王者が、己の、プライド、を見せつけた。現地7月29日に米ネバダ州ラスベガスで開催されるウェルター級の4団体王座統一戦。WBA スーパー、WBC、IBF 世界同級王者エロール・スペンス・ジュニア、と WBO 世界同級王者テレンス・クロフォード、共に米国、がついに拳を交える。動画、 ルトンを圧倒した貫禄マッチ井上尚弥が世界に見せつけた衝撃の KO シーンをチェック両友は共にキャリア無敗。勝者は4団体統一王者となり、敗者はキャリア初黒星を喫するという構図となる思考の一戦は、2015年に400億円のファイトマネーを生み出したフロイド・メイウェザー、米国 VS。マニー・パッキャオ、フィリピン以来となるメガマッチと言われてもいる。 その注目度は今月25日に日本で実施された井上直也、大橋とスティーブン・フルトン、米国によるタイトルマッチ以上と言っても過言ではない。一部で注目されているのは、パウンド・フォー・パウンド、TFP の行方だ。ヨネロー星、ザ・リング、喉をランキングにおいてスペンスが2位、クロフォードが3位と共に上位につけている。ゆえに史上初のウェルター級完全統一を果たせば、 一気に PFP1 位の可能性が浮上するのだ。もっとも、巷では、モンスターが優位の味方は強い。天才的なオールラウンダーとして守備力を評価されていた王者フルトンを圧倒し、最後は渾身の2発でリングに沈めた井上が、何があっても1位だという声は絶えない。ただ、話題となったフルトン戦を目の当たりにしても、世紀の一戦。 を戦う王者には自分こそが一位になるという自負がある。米メディア、ファイトハイプなどの取材に応じたスペンスジュニアは土曜日の自分たちの試合で勝った方が一位になると思うかと問われもちろんそうなると断言した。土曜日の夜しかもショータイムの PTV だ。確かに井上はすごい選手だしフルトン戦は素晴らしいパフォーマンスだった。だけど 彼が倒した相手は PFP のトップ10にも入っていない。俺たちの試合は違う。PFP トップのファイター同士だし、階級最強による試合だ。世界中から評価されていて、すべてのタイトルもかかっているんだ。自分たちの試合の規模の大きさ、レベルの違いを主張したスペンスジュニア。は、たとえリング氏の PFP1 位にならなくても、世間は俺たちの試合の勝者が1位と認めるさ。 俺は強い奴らに勝ち続けているからね、とも強調。揺るぎない自信を誇示した。